皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回の動画はタミヤ RX7 の完成までをお届けいたします。まずはクリア塗装から。クリア塗装の工程は全部で3回。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドで、塗料はクレオスのスーパークリア3をガイアカラー薄め液で1対 1.5 に薄めて吹き捨てています。塗装工程1工程目は少し遠目から塗料をボディ表面に対してふわっと乗せるように吹き捨て、2工程目は角部分から始め全体をまんべんなく塗装していき、2工程目と3工程目の間に2000番のペーパーヤスリで表面を整えます。3工程目は仕上げで、全体を塗料が垂れる寸前を目安に吹き捨てています。万が一垂れてしまった場合はイソプロピルアルコールで塗装を落としてやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく工程です。徐々にペーパーヤスリの番手を上げながら滑らかな面にしていくので、前のクリア塗装工程では逆算をし厚めに塗装をしています。取り出し工程としては3回の工程。1工程目は2000番のペーパーヤスリで水取りをしていきます。ツヤが出ているクリア塗装面のツヤを消していく感覚で水取り、2工程目3工程目はそれぞれゴッドハンド製の紙ヤスを使い、それぞれ6000番8000番と番手を上げつつ水取りをしていきます。表面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。2000番から始めマットな面が徐々にツヤが出てきたことを確認し終了です。続いて鏡面仕上げの工程です。鏡面仕上げの工程としては3つの工程となります。 C4 製のリトルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っています。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで一周、表面を一皮剥くといった感覚で研磨しています。1工程目で粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできませんので、2工程目、3工程目につなぐ感覚で少しずつ傷を消しながらツヤを出していきます。2工程目はタミヤの彩目で一周、3工程目はタミヤの仕上げ目で限りなく傷がなくなるよう意識しながら研磨していきます。万が一途中で角が出てしまったら、慌てず残しておいたボディカラーなりでタッチアップ、バフが届きづらい奥まった箇所はタミヤの研磨クロスや綿棒などにコンパウンドをつけ磨いていきます。次にテールの塗装です。 FD 初期型の RX7 のテールはスクエアテール、中期型以降は3連となっています。このキットは初期型なのでスクエアテールです。説明書指定で塗装すると実写とは違った仕上がりになると思ったので、少し工夫をして塗装をしていきます。まずはクリアオレンジを指定箇所に塗装、その後クリアオレンジ指定箇所をマスク処理しクリアレッドを塗装です。
その次にテールパーツ裏面からリフレクトさせたいので、エナメルシルバーを形状に沿って塗装。ハイマウント部分もシルバーを入れておきます。その後、表面、裏面ともに少しずつクリアスモークを塗装していきます。薄く薄く何度も塗料を重ねていきます。レッドとオレンジをしっかり発色させ、スモークでコートしていく感覚とでも言いましょうか。塗装するたびにレッドとオレンジの透け具合を見つつ進めていきました。続きまして、トップシェードとウィンドウモールの塗装です。まずはウィンドウモール、こちらは形状に対し大まかに、なおかつ形状にしっかり馴染むようにマステを貼り付けていきます。その後、ウィンドウモールを露出させるようにデザインナイフで形状に沿ってカット。リアのディフューザーも同じ手法で塗装したい部分を露出させていきます。塗装しない部分はキット付属のビニールを使い、エコエコマスキング、マスク処理が終わったらエボブラックを塗装です。次にトップシェードですが、こちらは曲面追従タイプのマステを使い、トップシェードの形状を作りながらマスクしていきます。フロントウィンドウに R をつけながらマスク、他の部分もマスクしたらクリアブルーを塗装していきます。下から上にかけてのグラデーションにしたいので、まずは薄く塗料をのせます。その後、上部の縁部分を狙い、限りなく細拭き仕様にしたエアブラシで塗料をのせていきます。上部が濃く反映されているのを確認し、クロセラ部分の角を必殺ペンで丸くし完成です。最後に仕上げです。まずはボディとシャシーの合体まで。フロントウィンドウにはミラーフィニッシュを貼り付けたルームミラーを接着、ボディには仕上がったウィンドウを接着していきます。リアは最後に取り付けるので、ここではフロントのみを接着、セメダインハイグレード模型用接着剤で取り付けていきます。フロントにはクリアイエローを入れておいたフォグを取り付け、シャシーとボディを合体、ストレスフリーで合体完了。完成まであと少しです。タイヤを取り付けたら、ボディにあるサイドマーカーに下地を入れていきます。ウインカー部分はゴムパッキン部分もしっかり再現していきたいので、アクリルのセミグロスブラックを入れた後、シルバーを重ねます。リアのエンブレムはフォーアーティストマーカーシルバーで塗装です。次にフロントセクション、こちらはレンズ類とネームプレート、ワイパーを取り付けていきます。次にリアセクション、こちらもレンズ類とネームプレート、ワイパーにリアウィングを接着。サイドセクションではドアミラーを差し込み接着したり、3D で製作したキーシリンダーを接着したりです。最後に下地を作っておいたマーカー類に、リアはクリアレッド、フロントはクリアオレンジを入れ、ボンネットをかぶせます。仕上げにモデリングワックスで軽く磨き上げ完成です。日光にある古き良き時代の模型や北山模型で入手したタミヤの RX7、 赤ボディのパッケージもありましたが、エンジンも作りたかったのでブラックボディパッケージの R1 仕様を購入。前回コスモを作った流れでロータリーつながりということで製作をしてみました。今回はエンジンルームに力を注ぎ込み、ノーマルフォルムで完遂。このキットは子供の頃何度か作った記憶があるキットで、タミヤ製ですから組み立てやすさは抜群。
エンジンルームは手の入れようがあったので写真と見比べつつ、なおかつ構造なども勉強しつつ、自己流ですがカスタムしながら楽しむことができました。平成を駆け抜けた国産フィアスポーツの RX7、 この流れるようなグラマラスで魅力的なボディはスポーツカーの象徴なのかもしれません。今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。